投石器、投石器は、片手で握れる程度の石を遠くへ投げるための紐状の道具。古くから、羊飼いが、羊の群を誘導したり害獣を追い払ったりするのに、使い、土地によってはその用途で現代まで使われている。鳥など小型の動物を対象とする量にも使われた。また安価に作れて、弓矢と同等以上の射程と、十分な威力を持つことから、古代、中世には、 兵器としても使われ、現代でも暴動などの際に使われることがある。スリング、投石具、投石紐とも呼ばれる。基本的に中央の石を包むための幅広い部分と、その両端の振り回して速い回転速度を得るための細長い紐状の部分からなる。紐状の部分の一方の端は、投げる時に手から離れないようループに行っているか、手に巻きつけられるようにやや長くなっている。 材料は、羊毛や麻の繊維を編んだものや、比較や布でできたものなどがある。長さは二つ折りの状態で0.5メートルから1.5メートル程度。また、90センチメートルほどの長さの竿の先に割れ目をつけ、石を包み込める幅広い部分を有する、紐の一端を竿にくくりつけ、紐のくくっていない方の短足に結び目を作って、割れ目に引っ掛け、紐に石をセットして、 振りかぶって一振りで飛ばす、投石器もあり、射程距離は高速回転させて飛ばす、通常のスリングより短くなるが、扱いは容易で、前方に飛ばしやすく、両腕の力を込めることができるのでより重く大きい、弾丸や岩を飛ばすことができた。全体を二つ折りにして、一旦をループを手首に通すか、手に巻きつけるなどして、手に固定して、畳とともに握り、広い部分に石をくるんで、 頭上で振り回すか、オーバースロー、体側面で振り回す、アンダースロー化して、適当な位置で握った手を緩めると紐の片方が手から抜けて、石が飛ぶ。紐の一方を離すタイミングが方向や射程に大きく影響するので、飛び道具の中で最も習得が困難だったと言われる。オーバースロー、アンダースローともそれぞれ長短あり、使い分けを要する。 またそれぞれの射程に適した陶石紐の長さがあり、標的までの距離に応じて選択する能力も要求される。一般的に近距離の標的に当てるときは短い紐のものを使い石も比較的大きく重い石を使用し、逆に遠距離の場合は長い紐のもので小さく軽い石を用いた。玉としては瓦などで選んだ極石のほか、軍用には陶製、鉄、青銅。 鉛製の玉も使われた。古代ギリシアで使われた鉛弾は、ラグビーのボールをやや長くしたような形で、服従性よなど往々的に対する短い言葉が、遺込んであった。また、羊飼いが使う玉にも、同様の形に作って焼いた土製のものがある。こちらは、飛ばした時に大きな音が出るように作られていた。透析機の持つ弓と比べた時の強みは、射程が長かったこと。 より強力な弾を投射できたことなど様々であるが、その最大のメリットは弾丸の調達が容易であったことである。鉄の矢尻を持った強力な矢の大量生産は、時として大変な作業であったが、投石器は、それが大規模に運用される場合においても、特殊な補給を必要としないことが多い。適当な高度、大きさ、形状の石を手近な瓦、岩場などから拾ってくればいいのである。 ただし、集団で一斉に同一射程の標的を狙う場合は、些細な石の質量や密度、形状の差で、その攻撃効果が大きく左右されかねないため、より組織的な攻撃を行うためには規格化された、均一の品質を持った弾を使うことが望ましく、その結果ばらつきの激しい天然石ではなく、人工的に生産された弾が求められるようになるに、至り、弾丸の調達に関しては、 やと大差なくなってきたのも事実である。また、もう一つの強みとしては狙いを定めている間、弓矢は両手で構えていなければならないのに対して、投石機は片手で振り回しているため、もう片方の手が自由であるという点があった。例えば弓矢の敵と戦うとき、この空いた片手で盾を持っておけば、敵よりも相手の攻撃を避けることができた。そのため、 古代、ヨーロッパなどでは弓矢を使う相手に対して投石器や投げ槍を優先的に用い対抗することもあった。これに対してデメリットには弓矢と違い一度投石動作を開始するとその途中で標的を変更することがほとんど不可能なこと、馬上からの使用が困難なことなどがある。投石器は弓と 同時期の中石器時代、紀元前12000年頃紀元前8000年頃、に、おそらく、はじめは弓と同じく狩猟用として発明されたと考えられている。やがて人類が農業を営み、国家を作り、農地や水利や収穫物、富や奴隷、労働力や支配権などをめぐって争うようになると、弓と同じく投石器も、 戦争の道具として転用されることになる。古代のシュメール人やアッシリア人が投石器を使っていたことは当時の浮き彫りなどにより知られている。アッシリアの浮き彫りに見られる戦闘描写では投石兵は旧兵の後方に並んでおり、投石器による石段の射程は当時の弓による矢の射程より長かったと推測されている。過去、そして現在も遊牧民は 外獣から家畜を守るためや群れを制御するために投石器を使っている。聖書の詩式には一本の毛筋を狙って投げても外さないという主連の投石たちの記述があり、またサムエル記には後にイスラエルの王となる羊飼いの少年ダビデが投石器でペリシテ人のゴリアテという王男を倒したことが書かれている。 古代の地中海世界では、東のロドス島人や西のバレアレス諸島人が特に、投石機の名手の多いことで知られ、諸国の傭兵隊に投石兵を提供していた。古典時代の古代ギリシア世界では、重層不評の白兵船のみが栄誉あるものとされていた、ために投石機の歴史記録に乏しい。しかし、現実には戦闘開始時に、敵戦列を乱して、 自軍の重装不評戦列の突破を作ったり、攻撃が失敗して退却するときに、軽装不評が、投石機、弓や投げ槍によって、反撃を行わなければ、退却はおぼつかなかった。そうした事態は次に記す、アナバシスなどの実例によって判明している。アナバシスでは、重装不評中心で、投石兵や騎兵を書く、ギリシア人傭兵が、騎兵、急兵、 投石兵よりなる敵の小部隊に、遠方から一方的に攻撃され、防戦に通さざるを得ずに戦意を喪失しかけた、クセノポンの発案で陣中から、ロドス島人を集めて、投石兵隊を編成し、即戦の騎兵隊とともに数日後に現れた同じ、高性の敵の大部隊を見事に撃退したこと、その時のり玉や小型の石段を使うロドス、島人投石兵が大きな石を使う敵側の、 投石兵や旧兵に射程で勝っていたことが書かれている。史実を背景にするとはいえ、旧約聖書の半ば神話的なダビデとコリアテの物語はともかく著者本人の体験に基づくアナバシスの記述やペロポネソス戦争を描いたトゥキュディデスの同時史記録である戦死中スパルタ人守備隊が降伏したスパクテリア島での戦闘の記述などは 重装不評に対しても投石機による攻撃が有効であったことを示している。紀元前4世紀の古代イギリシアでは、遠心力を高めて射程を伸ばすために、紐の代わりに長い棒の先にスリングを結びつけた、スタッフスリングと呼ばれる兵器が発明されている。5世紀のローマのウェゲティウスの著述によると、当時の弓の射程は180メートル程度だったと、 されているのに対し、アナバシスの記録から考えて、投石機の射程は400メートルを超えたと考えられる。また、投石機から弾丸が飛び出す時の初速は、時速100キロメートルを超すと考えられており、ベジティウスによると、前後を円錐型に加工した弾丸は、比較性の鎧をつけた兵士に対して弓矢よりも致命的で内を損傷する傷を負わせ、鎧をつけていなければ、 人体を貫通したという。鎧の防御力や、騎兵の運用技術の向上、複合弓や石弓などの強力な弓矢の登場などによって4世紀頃に投石兵の地位は衰退し始め、中世には投石機は次第に使われなくなったが、17世紀までは榴弾を投げるのに使われることがあった。中国では、関西の墓の壁に細い紐を灯弾につけて、 弓で、馬の群れに向かって飛ばす場面が描かれている、河本正幸山崎澄を、弥生時代の知識考古学シリーズ後東京美術戦1984年、PP124 から126。このほか、南米のボーラでは、革紐の両端につけて投げる、同書 P124。ミクロネシア部族の石段の形状は、弥生期日本と同様のラグビーボール場であり、 投石体を用いる、銅書 P125 に、図あり。日本でも、投弾体と呼ばれるスリングと、同形体の兵器が、弥生時代の遺跡から出土している。原理的に同じものが射程を伸ばす目的で、マンゴネール、トレバシェットの原型で、重水でなく、多数の綱がついており、大勢で綱を引き下がろして、石を飛ばすものや、トレバシェットの管の先にも使われ、 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。